前回は国会の地位と仕事について見ていきました。今回は国会の仕組みと二品制、そして衆議院の優劣についてお話ししていきます。日本の国会は衆議院と参議院からなる二品制を採用しています。これは一つしか議員がない場合に審議不十分な決定が起こりうる可能性があるからです。二つの議員があることで審議や決定もより慎重に行えるため、日本も含めた多くの国で二品制が採用されています。わざわざ2つの議員を用意するだけあって、それぞれの議員の定数や任期、選挙権などに違いを持たせています。国会での審議は衆議院と参議院に分かれて行われ、各院の議員全員で構成される本会議と、議員が少人数に分かれて所属する委員会で行われます。国会に提出された議案はまず内容に応じた委員会で審議され、必要があれば専門家や関係者から意見を求める公聴会が開かれます。委員会で採択された議案は本会議でさらに審議され、改めて採決が行われます。衆議院と参議院で異なる議決がされた場合は、それぞれの代表の議員からなる両院協議会が開催され、意見の調整が行われます。二品制は慎重な審議を行える一方で、時間がかかり決定が遅くなる面もあります。そこで憲法では内閣総理大臣の指名や予算の議決などの急を要する重要事項の決定においては衆議院により強い権限を認めています。これを衆議院の優越と言います。衆議院は参議院よりも任期が短く、解散もあるため、選挙による国民の意思をより反映させることができるという考えから、衆議院の優越が認められています。衆議院の優越が認められている事項は主に6つあり、そのうち4つは参議院よりも強い権限を行使できるもので、残り2つは衆議院にのみ認められた事項となっています。参議院よりも強い権限を行使できる事項は、法律案の議決、予算の議決、条約の承認、内閣総理大臣の指名の4つです。ただし衆議院の優劣を起こすにはそれぞれ条件があり、条件が満たされて初めて衆議院の優劣が起こります。いずれも衆議院と参議院で異なる議決をした時に起こり得ます。衆議院にのみ認められている事項は予算の審議権と内閣不信任の決議の2つです。予算の審議は必ず衆議院が先に行うこと、内閣不信任の決議は衆議院にのみ認められています。内閣不信任決議が可決された場合、内閣は10日以内に総辞職するか、衆議院を解散しなければならず、衆議院は任期満了を迎えられない可能性もあります。今回の内容はここまでです。次回は内閣の地位や仕事、議員内閣制についてお話ししていこうかと思います。それではお疲れ様でした。